消防局。皆さんこんにちは、浜松市消防学隊の牧野です。今回はいつもの元気なある曲とは違い、しっとりとしたメロディーを皆さんにお届けしたいと思います。演奏する曲は松田聖子さんの瑠璃色の地球です。演奏の中盤に救助隊の訓練映像を盛り込んでいますので、ぜひ期待してご覧ください。それではどうぞ。
瑠璃色の地球をお送りしました。さて、季節も冬へと移り変わり、空気が乾燥し火災の発生しやすい時期となりました。暖房機器を使用する際には周りに燃えやすいものを置かないように注意してください。そして同様、使用する暖房機器に燃料を入れる際には火を必ず消し、燃料の入ったカートリッジを戻す際には蓋が確実に閉まっていることを確認してください。また感染症対策のために使用する消毒用アルコールには可燃性蒸気が含まれています。可燃性蒸気は空気より重く、思わぬところで引火し火災に至る可能性がありますので、暖房機器などの火の近くでは消毒用アルコールを使用するのを控えてください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。インスタ、フェイスブックもやっています。チェックしてね。チャンネル登録よろしくわん。